でかい、なんか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 でかい。一瞬回って寿司でもいい。でもやっぱり、はい、今日はですね、インドから、シェービングクリームが届いたので、そちらを使ってみたいと思います。こちら、ビッコという、多分ビッコって読むんじゃないかなという、メーカーの、ブランドの、シェービングソープ、シェービングクリームですね。インシェービングクリームベース、ウィズフォームって書いてあるんで。香りが、ターメリック。匂いが、これ、ターメリックか？薬草っぽいですね。前回のスパイクみたいな感じで、ちょっと出します。お、金色だ。ターメリックっぽいですね。金色。あ、でもすごい。めちゃめちゃ簡単に泡立つ。わかるかな？めちゃめちゃ簡単に泡立ちますね。おぉ。バスクリーンの匂いがする。はい、2分くらい、ボールラザリングしましたけど、めちゃめちゃできましたね。ちょっと、多かったな。色はね、若干黄色い感じの泡です。なんか、毛にっていうか、ブラシの毛に、豚毛とかだと色がついたら嫌だなとか、匂いがついたら嫌だなと思って、これにしたんですけど。じゃあ今日のカミソリですね。今日のカミソリは、なんだろう。そのトラディショナルなやつ。プレカットしてある、パーカーの刃を入れます。パーカーはなんか中用な感じがしますね。確か、イメージ的には。よいしょ。まあ、とにかく、プレシェーブはたくさん塗ってください。いいものちょっと使ってもしょうがないんで。うわ、すごい。匂い強いな。香りがめちゃめちゃ強い。その、前回のスパイク、シュパイクですね。シュパイクよりも、匂いが強い。ターメリックなのか、これは。どんな感じなんでしょうか。いいといいですけどね。なんせ、あと3つ皿があるんで。じゃあいきまーす。フォーム系のものなんで泡の保持はちょっと弱い気がしますね。すぐ消えちゃう。まあでもこれ匂い的にもすごいさっぱりというか爽やかな、そのハーブ系のものなんで、その朝とかの忙しい時にやる方がいいかもしれないですね。もうちょっと取れちゃってるもんね。はい、ワンパス目はこれです。はい、じゃあツーパス目です。
と泡の保持はちょっと苦手かな。もうちょっとこう固く作らないといけなかったかもしれない。結構泡入れた、泡っていうかこのクリーム入れたんですけどね。まあなんかじっくり剃るっていうよりはシャキッと剃る感じのね。なんかトルコとかインドの人ってめっちゃ早いですもんね。なんか動画見てても。なんか泡ついてんだけどなんか乾いてる感じがする。まあこの辺とかもう乾いてる感じがするんですよね。泡はついているけれどみたいな。乾いてるな。タッチアップに行きたいと思います。乾きやすいねこれね。まあ、パーカーがマイルドなのもあって替え刃がね余計にこう硬い毛にはちょっと向いてないかな。もっとシャープな刃の方がいいかもしれないですね。ほっぺたなんかもう乾いてる感じがするんですよね。ヒゲがもう乾いちゃってて、こう歯が通らなかったんですよね。だからグッて押した時に切れちゃったんだ。まあ、だいたいいいかな。あ、もう完璧乾いてるわ。乾きやすいっていうのもあるんですね。結構この辺残ってるんですけど、剃れない気がする。一番気持ちいいね。どうしてもね深剃りしちゃうんですよね。人から見ると分かんないですけどね。 OK、 血だらけだな。はい、流してきました。こんな感じですね。ツルツルで、アルム。お、やっぱ切れてるね。妙に、こう、乾いてる感じがすごくしてたんで、荒れてんだろうな、みたいなの思ったんですけど、あ、珍しい。この辺が痛いわ。この辺。相性が悪かったですね、今回。
こう水分が抜けやすい皮と、苦手なマイルドな歯と、泡についてはなんだろう、なんか妙に乾燥しやすいですね。スパイクもそうだったんだけど、水が多かったのかな。水でもそんなに入れてないですけどね、すぐにしぼんじゃう。泡の保持はあんまり良くない感じなので、こう右半分左半分とかでその塗り分ける方がいいかもしれないですね。回数分けて。匂いはどのくらいなんだろう。まあ剃ってて洗って流して戻ってきた時にはおおっていうくらいの匂いはする強さとしてはね、ただカレーっぽい匂いとかではなかったです。カレーっぽい匂いなのかなってターメリックというかねって思ってたんですけど、あんまそんなこともない感じで良かったです。はい、では久しぶりに、待望の新コーナーおっさんと一緒です。はい、今回この泡ビッコだっけ、ビッコっていうブランドだと思うんですけど、インドのメーカーで、まあ、おすすめのなんかインドの人で結構このストレートカミソリとか使ってるんですけど、なんかおすすめあるかなと思って調べてたら、あのピンクウォルフっていうメーカーとかもあったんですけど、なんかそこもよかいいけどこれもいいよみたいなのをあの掲示板で見て、でこう eBay にあったんで、あの取り寄せてみました。2週間くらいかな。なんか買ったのはオーストラリアの会社から買ったんですけど、インドから直送みたいな。インドからね日本で